でもね、じゃあ最高の夕食になったんじゃないですか、その日は。いや別にみんなとは違うところから帰ってくるじゃないですか、あれをしていいものかなと思って、競馬場に見にいらしてたって、ね、初めて見に来た時たまたまなんですけどね、本当に別に自分だからちょっと来いよとか別にそういうものじゃない。奥様とは長くお付き合いされて結婚されたんですか。ちょっと今興味津々な年頃なんですよ。ああ意外と長いかもしれないですね。何年ぐらい。まあ、出会った。でもそういう感じしますよね。そうですね、あんまりこう勝浦騎士がイエーってやってるところはもうちょっと想像もつかないかもしれないぐらいですよね。そうですね、まあ、夜ぐらいですね。ちょうどいいと思うな。理想の どうですか、メイドさん。メイドさん、3年以上経っちゃうとね、ちょっとやっぱり勢いがなくなっちゃうから、踏み切りずらくなんとかがちょうどいいと思う。すみません、バロッサイトでやって。でも違いますよね、やっぱりこう歯ブラシ2本こう1個のコップに入れたりすごいなんかすごいなんか初々しい意見でしたよね今ね。じゃあジョッキーになったきっかけ聞きたいんですけど。全然ね、なんかなんもないんですけど、競馬学校の生活ってどういう感じなんですか。楽しかったですね。あ、楽しかったですか。どんなところが楽しいんですかね。みんなでこう一生懸命。じゃあ尊敬しているジョッキーとか目標にしているジョッキーっていらっしゃいますかね。いっぱいいますね、そのもうひたすら食べるしかないですね。フェアプレー、はい、やっぱり2年連続フェアプレーでしたから今年もってことですか。そうですね、これだけはまあ、確実に。これサインですよね、はい、勝浦さんの、はい、あんまり気に入ってないんですけど。あんま気に入ってないんですか。じゃあ変えた方がいいじゃないですか。変えれるものなら。あ、じゃあ明日の G で募集しませんか、サイン。お願いします。いいですか、ね、はい、なんかかっこいいの。さあ皆さん聞きましたか、勝浦さんがサインを募集して今年からそのサインを使うということなので、こちらまでお送りください。サインを募集します。当選された方1名にはなんと勝浦さんのサインをお待ちしてますね、はい。ちなみにプライベートで目標は。特にないですね。特にないですか、はい、そうですか、はい、新婚生活じゃあ楽しんでください。はい、歯ブラシ2本置いておりますコップに。いや、ちゃんと歯ブラシかけるとこあるから。余計なお世話です。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。フェアプレーでこうね、ぜひ今年も頑張ってください、はい。